ガクトのゲーム帰ってきた。ガメセンテル。どこメガゴジラ。あ、いたいたいた。すごいですね。どうやって現れたんだろうなこれ。あ、でも地球侵略用兵器、ブラックホール第三惑星、ブラックホール第三惑星人の操る地球侵略用兵器ってことですね。地球最強の生物ゴジラをモデルに作られたと。人間が作ったものじゃない。ゴジラめちゃくちゃ強いな。まずゴジラの体力ゲージがないですもんね。強コンボだ。トントントン。よし強い。コンボだ。よしトントントン。オッケー突進だ。トントントン。オッケー無心だ。倒せそう。オッケートントントン。オッケー突進だ。いっか突進だ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 。はい、いったー。メカゴジラパーツ2種を入手。おお、吠えてる吠えてる。すごい、ほんとちょっとずつ大きくなっていくんですね。大きくなってる。はい、ちょっとずつ確かにちょっとずつ大きくなってますね。飼い犬に手を噛まれた気分だって。これは飼い犬なんだね。これ成長 2.24 メートル。ちょっと待ってよ。50メートルから2メートルってことどれぐらいだ。もう 5% いってないぐらいですかね。ゴジラ進行を開始しました。進行ルートは予想通りです。次ステージ4。ゴジラとて我々地球の仲間だ。手荒な真似はしたくない。このおじさんアホだね。この政権終わりそうですね。OK。 25% もうめちゃくちゃもう何をやってるんだ。もう、ね、もうひたすら破壊する。いろいろこれを進んでいくと街とかに繰り出たりするみたいな。街とかヘリを壊すと成長率も上がるということですよね。なるほど。トン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 。ひたすら当たる。いた。どのぐらい上がるんだろうこれは。おお、60センチぐらい伸びました。めちゃくちゃだよもう。また来た。未確認の生命反応。推定到達時間は30秒です。怪獣現れました。怪獣来た。何が来たんだ。あった、卵から。あ、モスラ、モスラ来た。かわいい。モスラです。だいたい、はい、なんで彼は、はい、彼女は名前知ってんの。モスラですって初めて現れたんじゃないの。現れたことがあるんじゃないですかね。モスラ来た来た来た。
おさちっちゃい。おお、モスラってそんな機敏なんだ。もうちょっと糸しか吐かないイメージでしたけど。おーい、強いな。結構防御力が。おーすごい、おーすごい、すごいな、なんかシュールだな、これシュールなゲームだな。シュールな絵結構強いですね。おお、強い強い。なんか相撲に見えてきましたね、なんかほぼほぼ相撲だよ、これ押し出し、寄り切りみたいな。お、なんかやばい、画面がおかしいことになりましたね。なんだろう、モスラがやばいのか、ゴジラがやばいのか。ゴジラがやばいんだ。あ、死んだ。死ぬんだ急に。いやー面白いゲームだったねいやー、ほんとね、なんか、なんていうのかな、ゴジラの核心に触れたっていうか、なんなんだろうね、この感じね。今日のガムセンテルはここまで。限定配信しているコンテンツ、裏センテルや、プレゼントキャンペーン情報など、知れば得する情報が、ここに。番組の公式サイトは右上のマークをクリックしたら見れます。ここね、はい。チャンネル登録をしてない人は画面の下から今すぐチャンネル登録をしてください。このゲームやってほしいとかリクエストあったらコメント書き込んでください。で、著名人、芸能人、成功された方、まあ、いろんな方、一緒にガムセンテル出たいぜと思ってる方、ここにコメント、もしくは事務所に連絡ください。 YouTube に直接連絡してもありです、まあ、あとは匠とかにね、呪いのハガキとか、そんなわけでもろもろよろしく。じゃあ